前田山送信所。前田山送信所は、香川県高松市の前田山にある、テレビ放送の親局及び、大規模中継局の総称。民放5社の高松中継局及び前田山、中継局、前山中、継局と、NHK 高松放送局の親局が、設置されている。ここから、高松都市県全体に有田、ありだか、だよ民放テレビ局5局と、 NHK 高松2局との t v の軽発波が発射されている。なお、の t v は2016年6月30日にサービスを終了した。地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に定める放送区域1メートルボルトマイメートルは、香川県高松市、旧市小野井町を除く、佐抜市、直島町、三木町及び綾川町のほぼ全域並びに、 丸亀市、東香川市、都の省庁及び小戸島町の各一部、約21万世帯である。香川県全世帯の56%をカバーしている。民放において、香川県と岡山県は同一の放送エリアであるため、香川県内に親局は存在しないが、このエリアの親局は、岡山県の金鉱山送信所。香川県内での基幹的な役割の送信所は、 この前田山新書でおり、出力、対象受信世帯数も香川県内最大である。高松平野の全域とその当初部にて受信が可能であり、その他小豆島南部や豊島の沿岸部も放送区域である。また、高松平野の大部分は岡山県の金鉱山送信所も放送区域としており、前田さん、金鉱山双方が受信できる。 アナログ放送時代の名残で、高松市、香西、玄田、木梨地区は、本来前田山の放送区域であるが峰山が、障害となるため、海を隔て障害物のない岡山県の金、鉱山送信所、あるいは、香川県内陸部の西佐抜中継局を受信している。すると、NHK だけは、高松放送局ではなく岡山放送局を受信することになるため、対策として、 NHK 高松放送局のみのサテライト局、高松木那質疑局が、勝賀山の中原に設置されている、アナログ放送のみ。デジタル放送は、金鉱山送信所と同じ位置から高松放送局の、北佐野木中継局の電波が出ているため、設置されていない。それと同様の地域は、前田さんの放送エリア内では、高松市阿寺町の、阿寺中継局、道村町の、 群れ役市中継局、同屋島西町の高松浦聖中継局、道宮脇町の高松栗林中継局、同下笠巨地区の高松聖島中継局などがある、いずれもアナログ放送のみ。山間地域である高松市の旧塩野江町域は、この送信所の放送区域外であるが、デジタル放送以降に際して、それまでの塩野江中継局が廃止されるため、 パラスタックアンテナなどの高性能アンテナを用い、この前田山もしくは西佐抜き中継局を受信する必要がある。前田山送信所の直下である高松市高松町、新田町の前、田山山麓の高台には住宅地が広がっているが、電波が強すぎるため、高松平野を隔て、見通しの利く西佐抜き中継局を受信している。受信エリア外であるが、 放送区域内では、岡山県の瀬戸内海沿岸に、区域外では、広島県の福山市や愛媛県東予の高輪山地、伊東、徳島県鳴門市北部にも電波が届いている地域があり受信できることが、一方、放送新書と一部チャンネルが重複している、中継局がある、兵庫県の針真灘沿岸の一部地域で渾身が起こっている。 前田山送信所は1969年に NHK 高松放送局のテレビ放送開始と KSB 瀬戸内海放送の開局に伴って前、田山山町に親局が設置されたことに始まり、建設工事は NHK と瀬戸内海放送の共同で行われた。工事にあたって、まず山頂までの道路を整備することから始まったが、 数回トラックが通過すると路面が荒れ通行不能になるなどで道路確保に時間を要した。そして道路を確保した後も建設予定地に存在する墓地の移転で建設事業者がたたり恐れを払いをしたり三角点を移動させるための測量などを行わなければならなかった。同年3月22日にまず NHK が4月1日に瀬戸内海放送がこの前た山信をお薬局に 放送を開始した。この時代、テレビジョン放送局の親局は VHF 派による放送が主流であったが、第二次テレビ放送用周波数割当てにより前年の1968年2月20日に、初の UHF 親局である NHK、徳島放送局教育テレビが、ビザンより放送を開始したのを皮切りに全国に UHF 局が増えていった。 その UHF の黎明期にあってこの前、田山送信所は初期の大出力 UHF 親局であった。1979年4月1日より1986年にかけて岡山県と香川県の放送対象地域を統合する岡山、香川両県の民放送後のり入れ放送が実施される。これにより、 前田山送信所では1984年4月5日の OK、1985年3月27日の RSK と RNC が共同で NHKKSB 電波塔の北方に中継局を開局し、1985年10月1日に開局したテレビ瀬戸内高松中継局と合わせて4局共用電波塔が設置された。一方、 NHKKSB 共用党では1984年10月1日に KSB が親局から高松中継局に格下げされた上で出力が 10kW から 5kW に減力されたが NHK はこの乗り入れによる放送対象地域の変更などはなかったために送信書の格下げや減力などはなかった。地上デジタル放送開始にあたっては NHK KSB 共用の電波塔はそれまであったアナログ放送用の電波塔に加えて同じ敷地内にデジタル放送用にもう一等送信塔を建てた。四極共用電波塔はデジタル放送開始に際しては新たに電波塔は建てず、その時あった電波塔を改造してデジタル放送にも対応した。前田山送信所の送信施設は前、 田山山頂280.1メートル地点とその北側の260メートル地点の2カ所ある。一つ目は山頂の NHK と KSB 瀬戸内海、放送共用の電波塔が2等。二つ目は北側の RNC 西日本放送、RSK 山陽放送、OK 岡山放送、TSC テレビ、瀬戸内共用の電波塔が1等である。 前田山は南北に細長い起伏のある大地上になっていて山頂とその北側の電波塔は距離的には530メートルほどしか離れていないが山の上を移動するための道路がないため電波塔に行くには山の北側と南側からそれぞれ登るしかない。前田山山頂に位置し NHK 高松放送局と KSB 瀬戸内海放送が デジタルテレビ放送とアナログテレビ放送を送信している。NHK は親局、KSB は中継局である。局舎、鉄塔はアナログ用とデジタル用の二棟が存在し、それを二社で共用している。アンテナはそこに各社単独で設置し、配置はデジタル鉄塔が上段に NHK デジタル総合、教育共用、下段に、 KSB デジタルでアナログ鉄塔が上段に NHK アナログ総合教育共用6リットル総ループアンテナ3段4面下段に KSB アナログ6リットル総ループアンテナ3段4面であるこの施設を NHK と KSB だけが共用しているのは現在前田山に送信書を置く6社の中で唯一この2社がテレビ放送の開始時に ここを親局に放送を行ったからである。しかしその後、相互乗り入れ放送の方針で、両県民放の親局場所を統一することになり、KSB の親局場所も、前田山から金鉱山に変更になった。その際、前田さんの KSB 級親局は、中継局に格下げされて出力も減力されたが、NHK は、相互乗り入れ放送の対象にはならなかったため、 出力の原力などはなく、引き続きそのまま前田さんを親局に放送を行っている。前田山山町の北530メートル地点に位置し、RNC 西日本放送、RSK 山陽放送、OK 岡山放送、TSC テレビ瀬戸内の民放4社が、デジタルテレビ放送とアナログテレビ放送を送信しており、いずれも中継局である。 民放4社の施設は、位置する標高が、山頂から約20メートル低く、山頂に位置する既存局と空中線、副写中心港を合わせるために、鉄塔が高く大規模である。共用局舎の上に共用鉄塔が乗っていて、アンテナは統計、RNC と OK、RSK と TSC の組み合わせで、それぞれ2社ずつが共用している。アンテナ配置は、上段が、 RNC アナデジオケイアナデジ共用アンテナ、4D 大ポールアンテナ6段4面。下段が RSK アナデジ TSC アナデジ共用アンテナ、4D 大ポールアンテナ6段4面である。この電波塔は4社の共同建設であるが、4社は前田さんの先発局である山頂の NHK、KSB と違い、もともとこの場所には送信書を置いてなかった。 1979年4月1日からの総合、乗り入れ放送開始前まで、高松市周辺では、有高民放の RNC は、五式大親局、西法送信所、在岡民放の RSK 統計は、近鉱山親局を区域外受信していた。総合乗り入れ放送開始後は、在岡民放も、香川県に乗り入れて、中継局を設置することになり、 その中継局第一号として、前田山に高松中継局を設置した。ただ、五式台に、親局、正法送信書を置いていた有高民法の RNC は、親局場所統一の方針で親局を金鉱山に移転させる際に、名称をそのまま高松局としたため、高松市周辺をカバーする送信書としては、前田山に前田山中継局を設置した。 RNC だけ他社と局名が異なるのはそのためである。また在余仮民放である TSC は、開局、金鉱山親局での放送開始、相互乗り入れ放送開始が同じ1985年10月1日であったため、既存の在余仮民放と同様に、前田山に高松中継局を設置した。陽新聞、四国新聞の番組のチャンネル一覧は、 RNC を含め、金鉱山は、岡山、本局、前田山は、高松、中継局として掲載されている。2015年11月、Not TV は2016年6月30日に、サービス終了予定と発表された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。